右バッターボックスご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。今回は2023年開幕戦からスタートです。前回は開幕早々にスランプ、交流戦からスランプ明けで試合に挑みます。初戦の相手は楽天です。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、抜けた、上本、第2球、上本、走った、外れた、二塁送球はどう、盗塁復帰後、いきなり初ヒット、初盗塁。さあ7球目、147キロ直球、しかし生還ならず。のバッターボックス第2打席、投げた、初球を打った、レフト落下点に入りました、取りました、これわしの伊達店、西川初球から打ってった、これは内野ゴロ、あと3回は復帰後の初エラーを記録。セカンドね、第3打席は2点ビハインド、ツーアウト1塁2塁のチャンス、投げました、アウトコースをつけた、1、2塁歓迎の当たり、チャンス生かせず。3アウト、地球を投げました。第4打席は三振、イーグルス見事勝利を収めました。試合はそのまま敗戦。翌日の試合です。初回からノーアウト二塁のチャンス、相手のピッチャーは昨年末 FA で楽天に移籍してきた千賀投手です。宇宙間へのフライ、ライト落下点に入りました、圧倒としている、ラッキーな形で出塁。第5球投げました、打ちました、佐藤選手の内野ゴロで三塁まで進むものの、大山選手は凡退で得点ならず。第2打席、第2球打ちました、痛烈、入れば勝ち越した、打球はそのまま伸びていく、抜いていった、ライトからセカンドへ、長打で出塁。上本、いいバッ、第5球投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越した、伸びた、伸びて、近藤選手のホームランで得点。この形を待ち望んでおりました。勝ち越し、盗塁を阻止しました、打ちました、第3球を投げました、打ちました、第3打席は凡退、取りました、これ第1球、逆転されて迎えた第4打席、タイミング合いません。第2球投げました、打った、セカンド前方のフライになりました、取りました、これでワンアウト、試合は敗戦。さて本日、翌日は近本選手の先頭打者ホームランが飛び出した直後のバッターボックス、第3球ボール、第4球を投げた、見送ってストライク、さあ5球目打ちました、センター前に出る、グラブ弾いた、ラッキーなヒットで出塁。いいバッティング、第2球ランナー走った、外れた、ボールを2塁へ送った、ツーアウトとなって盗塁を試みるも、キャッチャーに刺される。外角ボール、第2打席はノーアウト1塁2塁のチャンス、第6球を投げた、高めボール球打った、ワンバウンドヒットになる、中継、2者を返すタイムリー、投げた、打った、ライト方向へ持っていきました、近藤選手のライトフライで三塁へ、イーグルス、第5球投げました、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、佐藤選手のホームランで生還。第3打席、初球打った、ライトへ上がった、ライトを取りました、ランナー一塁に戻ります。第4打席はツーアウト1塁2塁のチャンス、フラフラッと上がった、取ってアウト、第3球を投げた、第5打席、第4球を投げた、打って出ました、浅村掴んだ、1塁へ送る、アウト、イーグルス、試合は勝利。札幌に移動して日本ハム戦、近藤選手が古巣に恩返し、オリックス相手に完敗、助っ人2人が打ち込まれた模様、連日の9失点、
3失策したものの勝利。なお、そのうちの2失策は上本選手だった模様。上位打線が打てば勝てる。そしてロースコアがベター。チームが不調の中でも青柳選手は頑張ってくれている。本拠地甲子園でのソフトバンクホークス戦、初球打った、上林落下点に入った、掴みました。第2打席はワンアウト三塁のチャンス。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、マウンド前方。第3打席投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁送球アウト。送球、これから4球。第4打席ボール、さあ投球は5球目、投げました、おつけて打った、抜けた、この日初ヒット。蹴って二塁へ、上本、次が4球目、投げた、流し打ち、三塁線フェアだ。近藤選手も長打で続き生還。ホームに突っ込む、タイガース1点と勝利です。試合は勝利。第9、翌日の試合です。打ちました、初球打ち、右中間へのフライ、掴みました、これで。第2打席は3点ビハインド、2アウト1塁3塁のチャンス。第4球を投げました、打って出ました、ノースリーから打ち上げてしまう。掴んでこれで3アウト。第3打席、すでに絶望的な点差。第2球投げました、第4打席は焼け石に水の1打点。乾杯。敗れました。さて、翌日は交流戦最終戦。交流戦開始時打率は2割前半でしたが、徐々に数字を上げてきました。ストレートはボール。第4球を投げた、これは引っ掛けた、サード右横のフライになりました、掴みました。第9、第2打席、初球を打ちました、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ。第3打席はチャンスの場面。打ちました、ライト前に出る、取って、これでスリーアウト、チェンジ。第9、第4打席、これはいい当たりだ、いった、一直線、貴重な追加点となるソロホームラン。今シーズン第3号ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、失投を逃しませんでした。試合はそのまま勝利。今回はここまで。